街の騒ぎが面白い。リコン F301 新発売。85年世界最強タッグリーグ開幕、後楽園ホールから実況生中継。この放送は日産自動車とご覧の各社がお送りします。おいおい、そんなところでしちゃ困るんだよ。あらま、やだわ。親方、どうしよう。いつでもどこでもレンタルします。日建のトイレ。日建さん、ありがとう。建設機械からトイレまで何でも貸します。レンタルの日建。止め跳ね払い始め。止め跳ね払い。そうそう、うまいうまい。ズバリ毛質ペンテル筆。ペンテルセラミクロン500、ペン先はダイヤモンドの硬さに次ぐニューセラミック。いつまでも細さが変わりません。ペンテルセラミクロン500、コンマ1ミリから新登場。猫ちゃん、この夜飯知ってますか？もちろん知ってますよ。でもなんて体にいいんですか？それはね、いろんな薬草が入っていてね、はい、胃腸を丈夫にするとか、冷え性を良くするとか、とにかく体の弱い人にいいんであります。へー。薬用養命酒にはご覧の生薬が溶け込み、滋養強壮剤として穏やかな作用で体を丈夫にします。これから寒さに向かって健康にも十分気をつけたいですね。パレスシリーズ日医神話から。日本マット界の1年は各競争局でフィナーレを迎えます。さあ、いよいよ冬の祭典85世界最強タッグ決定リーグ戦の開幕。まずはカルガリからキッセミスが入場であります。いとこ同士のチームだけにチームワークは抜群であります。さあ、続々スポーツテーマに乗りまして、超豪華8チームが入場であります。さあ、ちょっと映っております。これがレイスとニック。85世界最強タッグ決定リーグ戦の開幕。 AWA の代表チーム、ニック・バックウィンクル紹介されました。今回はカート・ヘニングを従えております。そして一段と大きな声援に包まれました。八津長州力入場であります。初出場、初参加で優勝を狙います。さあ、長州と八津の表情であります。ジャパン代表チーム、続々と選手が入場してまいります。アーリーレイス、そしてジェシー・バーも入場。そして音階ジャイアントボがベテランチーム、元 NWA チャンピオンコンビドリーファイブスピアとチームを作りました。2年ぶりの復活であります。そしてディフェンディングチャンピオン、ジャンボ鶴田天竜、さらにはハンセンデビアスチーム入場であります。超豪華なムードリング上であります。早速カウベールを持ちまして、これをブンブン振り回しております。ハンセンデビアス、特に皆さんはこのデビアスの表情にご注目いただきたいと思います。ガッと表情が変わりました。このタッグリーグにかけております。デビアス、ハンセン、そして V2 なるか。タクリューコンビ、今 PWF ロードブレアース会長より大会の大会宣言が呼び上げられておりますが、さあ、その大会宣言が終わらないうちに、まずはスタン・ハンセンが仕掛けました。スタン・ハンセンが仕掛けました。スタン・ハンセンがキッズ・スミスとやり合っています。
さあリング上は豪華8チーム計16選手がもう右往左往であります。大変な騒ぎになりました。優勝チームには MWA、AWA、PWFB それぞれ3万3000ドルずつ計10万ドルが贈られます。この大会さあオープニングセレモニーは全くめちゃくちゃ大変なことになりました。まさにバトルロイヤルを見ているような雰囲気であります。山田さん、このオープニングセレモニー、まあ例年恒例なんですけれども、またまた今シリーズも荒れそうな雰囲気ですね。そうですね、優勝筆頭候補から仕掛けてますからね。はい、仕掛けたのはハンセンのようであります。リング上どうやら落ち着きを見せておりますが、まだそれぞれの選手がやり合っております。激しい戦が作戦が続いております。リング上ジャイアントババ、そしてドリーフェンクジニアの表情、この2人が非常に落ち着いております。昨年のディフェンディングチャンピオンジャンボ鶴田、2連覇なるかどうか。山田さん、この2連覇というのは過去誰も達成したことがないんですよね。そうですね、まあ、それだけに大変に至難のことですが、はい、まあ、なんとかそれをやってのけようという腹積もりでしょうね、はい、それからこれが注目の台風の目、芦田原、ラッシャー木村、この2人がチームを作りました。非常に不気味な存在であります。台風の目となりそうなチーム。さあ後楽園ホールがまた大きな実践に進まれました。ご覧ください、長州力学とハンソンとやり合っております。初出場、初参加、初優勝を狙います長州力。さあリングの上と、そしてリングの下、ハンソンと長州がやり合います。先生はご覧のようにカウベルを連打しまして長州力を威嚇します。ハンソンと長州のコールが二分されました。後楽園ホール、山田さん、やはりこの長州八つチームも今シリーズの大きな目玉ですよね。そうですね、そういうことがはっきり分かっているだけに、ハンセンもあの長州選手に対して非常にあの行動的に出ましたね。本当ですね。山田さん、実際のところ優勝チームどうでしょうか。予想がつきませんね。ちょっと予想がつかない、はい、本当に今度ぐらいですね、混戦模様というのは未だ勝ってないですね、はい、そうですね。後楽園のファンの皆さんは第1位鶴竜、第2位長州八つ、あるいはハンセンデビアス、このように予想しました。この後楽園ホールを皮切りに12月12日日本武道館まで全国20カ所で熱い戦いを繰り広げる世界最強タッグリーグ戦、どうぞご期待いただきたいと思います。社長、お食事は？ラーメン。デザートは？お茶漬け。あー！ラーメンとお茶漬けがセットになったペヤングラーメンライス。社長、お食事は？ラーメン。デザートは？お茶漬け。あー！ラーメンとお茶漬けがセットになったペヤングラーメンライス。ラーメンチャーハンも出ました。風格と気品の新型グロリア、ジェットターボを 2000cc に採用、静かな王国です。新しい V6 のグロリア誕生。もっと楽しく感じるままに、120億円の巨費を投じて史上初めての完全映画化、愛と冒険を運んで今サンタクロースがやってくる。サンタクロース、サンタが反対にいるの。さて公式戦第一試合、今リングがゴングが鳴りました。長州力、八吉明対ラッシャー木村、芦田原の30分の一本勝負であります。これが公式戦第1試合であります。
解説は山田隆さん、そして、ただいまオープニングセレモニー終了しました。ジャイアント馬場さんに放送席に来ていただきました。いや馬場さん、今年のタッグリーグ、直にこのリングの上、今オープニングセレモニーに出席してどうでしたか？そうですね、まあ、今までね、昨日も言ったんですけども、この長州やつね、天竜鶴田、原こらのね、日本勢がね、はい、非常に今までは余裕を持ってやってこれたんですけども、彼らが非常にこのもう進歩してきましたんでね、はい、もう阪神組、レース組、もうみんな分かんないんですよね。そうですね、全くこのコースが防がたい、どのチームが優勝しても全くおかしくない、そういった戦い模様がキャンパスにアートされると思います。さて山田さん、長州八組初参加ですが、初出場で初優勝の期待がかかっていますね。そうですね、非常にあのスタートなんか硬くなってる表情ですが、あそうですか、なんといっても相手がね、やはりあの、はい、国際プロレス軍団を代表するチーム、はい、そういうこともあって、なんとか勝ちたいという気持ちから、はい、やはり表情の方も硬くなりますね。そうですね、そして八つの表情はどうですか山田さん。いやこれはもう初参加の上にですね、なおさら自分の立場というのは大切なので、はい、非常に真剣な表情ですね。馬場さん、戦う方からしてみれば、この初戦からこの木村払ったの嫌な相手ということが言えるんでしょうね。そうでしょうね、とにかくやっぱり日本人同士となるとね、はい、意地の張り合いですからね。そうですね、各チームともとにかくこの芦田原、そしてラッシャー木村には、要注意マークをつけております。今年はこのチームを作りまして、このラッシャー木村が何かやりかしそうな、そんな雰囲気に包まれております。馬場さん、はい、この原木村チーム、どこに注意をしたらよろしいでしょうかね。そうですね、まあ、2人ともラリアートを使いますしね、はい、原の馬力とですね、はい、木村の割合に落ち着いたファイトぶりとですね、よくマッチすればですね、はい、いいとこ行くと思いますね。さあまずはこの青と赤の三角状のマットでありますが、リングの中央、赤いコーナーが国際決明軍のコーナーであります。ちょうど中央のあたり、ラッシャーに木村がヘッドロックで八つを抑え込んでおります。もう今までの木村だとこういう場面は見られませんでしたがね、そのラッシャー木村、おっと離しません、離しません、そしてそのままムンズと、もう一回八つに必要なヘッドロック攻撃、そして足で原につなぎます。山田さん、このチームに足元を救われたチームが、まあ、優勝戦線を逸脱していくと、こう見てもよろしいじゃないですか。そうですね、開幕の宣言でもね、はい、もう彼らは優勝は意識しないと、それをむしろ度外視していくというような宣言をしてるんですね、まあ、それだけに、まあ、あの大物食いをやってのけるんではないかと、はい、それとね、あのさっきから馬場さんも指摘してるんですが、今日のこの妙に落ち着き払ったスタート、はい、なんとなく不気味ですね。馬場さん、この落ち着きってのは何を意味するんでしょうかね。そうですね、まあ、本当に優勝しない、はい、するという意識を持たないというとね、こういう落ち着きになるのかもしれないですね。とにかく昨日の記者会見では、優勝させたくないチームは TT4 鶴田天竜ですね、そして馬場取り、そしてこの長州八つだと、このように言っていました。優勝させたくないチームを挙げました。7試合ありますけれども、その一戦一戦で潰れてしまってもいい覚悟、このように山田さん言ってるんですね。そうですね、おそらくね、はい、木村原組は吐き回してくると思ったら、ちょっと長州選手としての手が外れたんじゃないですか。そうですね、しかし長州が自ら仕掛けたぞ、エルボーで原を仕留めました。そして首4の字、自分のペースを切ります。すごい張り手合戦が見られました。この辺両雄の意地が汗となって飛び散ります。アマレスオリンピック代表コンビ、長州やつ、ジャパンプロ軍団最強コンビでもあります。ババさんね、はい、このまあ、ババさんもこのドリーとチームを組みまして、公式戦この、まあ、チームと長州やつとですね、初対決いずれはするんですが、はい、まあ、このチーム力はどうご覧になってますか。そうですね、まあ、なんていうかな、長くね、はい、今まで見てきた長州やつと違いますからね。だから一番僕らが気にしてるのはね、もうキャリアとかそういったもんにはもう、まあ、ドリーがパートナーですからね、はい、もう全然心配ないんですけども、この彼らがこう伸びてきたというそういうプレッシャーとね、はい、日本人であるということにおいてね、その負けたくないというプレッシャーが僕らにもうかかってきましたね、はい、今まではね、たとえジャンボでも天竜でもそういうプレッシャーはなかったんですけどもね、はい、もうジャンボ天竜にもそういうプレッシャーが僕らがやその時は勝ってきますね。さあ今度は決勝同士がやり合います。長州力、さあただちょっとラッシャー木村、一発攻撃だ。そしてヘッドバット、
長州力腰がガクッと落ちました。そしてロープに投げます。何を持ってくるか、ラリアットか、ラリアットクロスショップ、そしてホールの体勢だ。さあカウント2まで行きました。さあそして今度は長州の番だ。長州の番だ。高角度のバックドロップ、一瞬のうちに明暗を分けます。まあ、そういえば山田さん、今大会、まあ、この8つ今タッチを受けましたが、非常にジェシーバーあるいはハートヘリング若手が非常に起用されてますよね。そうですね、まあ、そういった意味でね、各選手 の立場って非常に大事ですよ、はい、長州選手は今見せたように、ガンガン攻めに回りますからね、この間をね、各選手がどうつないでいくか、非常に、ね、大きなポイントになってきますね。先ほどその後楽園のファンの皆様 この予想順位をこれをお伝えしたんですけれども、まあ、2位というところにランクしていたんですが、いずれも山田さん、八つの出来感だと、こういう果たす注意書きといいますかね、そうですね、いうことだったんですかね。それにしてもね、今見せた木村選手の猛攻、はい、これはすごかったですね。さあ今度は原が八つに対してアウトサリング、そして対象同士、リング上は長州と木村だ、長州と木村だ。しかし注意しなければいけないのはこの最強タックルリーグ戦、場外リングアウトは両チームとも0点になります。山田さん、この辺は十分に計算に入れなきゃいけませんね。もちろんね、相手がね、木村原チームだけに、はい、長州組はね、もう絶対これをやる前と注意してるでしょうね、はい、そうですね、もう無得点だったら何にもならんですからね。当然馬場さん、これ、木村原チームは、まあ、最悪の場合は両者リングアウトを狙ってくるという手が考えられるわけですからね。そうですね、これは、はい、国際軍団にはそうですね、そうですね、もうジャパン軍団は何とそれでも勝ちたいという気持ちは持ってるでしょうね、はい、さあこれがまるで維新軍のジャパン軍の連携を見るようなダブルの攻撃だ。さあやっと表情が決まった芦田原、さらに追い打ちをかけるぞ。ブレンバッターリングの中央で捉えました。ジャパン軍団の名実とともにナンバー2にのし上がってきた八つ、浜口赤川に代わりまして長州とこのコンビを作ったわけでありますが、国際決命軍に捕まっております。さあ18番だ、危ないぞ、危ない危ない危ない、このキングヘッドロック、リングが中央で決まった。山田さん、当たりはどうでしょうか。なかなかね、日本軍団の、ね、はい、お株を奪うような攻撃を見せてますね。そうですね、馬場さん、はい、ここまでペースはどうでしょう。国際決命軍のような感じがするんですがね。そうですね、非常に張り切ってやってますね。あっと、これは怖い。本当にすごいですね、この技。ラリアットを見舞いました。国際決命軍の歯車がガッチリと合っています。そしてリングの中央、ボストンクラブの体勢ガッチリと決まりました。長州力が腕をしのいてラリアットを返せ、ラリアット一気ラリアット、しかし木村起き上がります、木村起き上がります。芦田原にタッチ、なかなかしぶといところを見せております国際決命軍。芦田原と八千代明リング中央でやり合います。ここでね、八千代明頑張ってますね、はい、頑張りがなきゃダメですね。そうですね、あれでもしバックドロップ、はい、危ないですよ。ヒットマンラリアットが入った、馬力もすごいですね、来週放送の横浜大会では長州八つ組はおっと、しかし八つが反撃、明暗を分ける八つのラリアット、ちょっと首に巻きつくような形で決めました。そして今度はです、ね、さあ今度は維新軍のジャパン軍の連携だ。さあ維新軍時代の連携が呼び合える、今度はお返しがあります。ジャパン軍長州八つ連携はピカイチ。どうでしょうか馬場さん、この長州八つが攻め入るこのポイントとすれば、やはり国際決命軍の分断でしょうかね、チームワークの。そうですね、今でもお互いにも本当に五分と五分の攻め合いをしてますね。全くそうです。さあ大きな攻撃、さあ今度は上からデッキピカドロップ。山田さん、ジャパン軍のエンジン変わってきましたね。そうです、非常にね、はい、今日の国際軍の攻めは変わってますね。スリングトーホールド、あるいはこういったスプリングトーホールド、人の技を研究して盗んで使います。心境著しい八千代明。さあそしてクックが来た、サソリだ、サソリだ、サソリだ、オープンデスロック、リングの中央、田中45度、今ステップオーバー。このはよく決まってますね。今馬場さんどうでしょうか。あっとラリアット、
対して国際物明君もよーくの連携を展開しております、よく研究しております。さあこれが正念場か、試合はどう展開していくんでしょうか。ジャパン軍が2人で張り当たりで足が腹を痛めます。山田さん、椅子を持ち出しましたね、ラッシャー木村。この辺から、この辺から試合が混沌としてまいります。しかしこれにこうしてはいけません。これはもう明らかな反則でしょうね。反則でしょうね。ゴンガイが打ち出されております。正式な回転を待ちましょう。馬場さん、これはどう見ますか。いやもちろんもうこれはもう反則ですけどもね、はい、やっぱりこの自分たちは優勝を狙わないというその覚悟をするとね、それがもう非常にもう現れてますとね、でも試合が素晴らしくその痛めてやろうと痛めつけてやろうという気迫がこもってて非常に面白かったですね。10分47秒、反則勝ちで長州役人が勝利を収めたということでございますが、さあこれは収まらないでしょう、長州力。そうですね、これね得点はもらいましたけれども、はい、内容は五分と五分、ものすごいね迫力でしたね。この完全に痛めつけられているって言った方がいいでしょうね。そうですね、全く他のチームを痛めつけることしかない勝負度外視のファイト。さあ長州力怒っております、浜口の方は見合っております。しかしやるだけやったらもう引き上げるといった感じの国際決命軍、ラッシャー木村と足田原田あります。山田さん、今後この国際決命軍全く点は拾っていかない、こういった戦いが続くと思うんですが、もちろんねこれで分裂することはないんでしょうか。ちょっとないでしょう、これだけ今日固い結束を見せましたからね、はい、この路線でぐんぐん推し進めるんじゃないでしょうかね。なるほど、馬場さん、はい、来週の放送の横浜大会、長州やつは、鶴田天竜と戦います。今の一戦ご覧になって長州やつどうでしょう。そうです、まあ、鶴田と天竜はですね、まだスタイルは違いますからね、はい、今の木村原とですね、そうですね、ですから、まあ、じっくりとした試合になるんじゃないかと思いますけども、でもジャンボと長州がですね大阪で試合を引き分けたという因縁がありますんで ね、はい、そうですね、またそこに天竜も絡みますんでね、非常に面白いと思いますね。ますます面白くなってまいります。長州力、厚吉明、2点を取りました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は全国35局をネットして後楽園ホールより実況生中継でお送りしています。Never say goodbye, never again. もしあなたこのまま返したら、愛は流星。その日か。誰かが見ている僕の私生活。味が綺麗だ。大道ジョニアンコーヒー新発売。贅沢言わないけどさ、魚がうまくて話がうまくて、ちょっぴりうまそうな男がいて、飲もう。おじさんも男、おばさんも女でしょ。本格焼酎薩摩白波。お給にいい香りがついた。ますますお給が身近なものになってきた。新しい千年給、5種類揃って新登場。肌に花咲く。ハイグレード千年給、宇宙。85年世界最強タッグ決定リーグ戦の開幕、最多得点チームが優勝を獲得するわけでありますが、第1戦から優勝を左右するカードが始まります。ダイナマイトキッド、デイビーボーイ、スミス組対スタン・ハンセン、テッド・デビアス、公式第1戦、キッドとスミスは速やかに早くも今リングの端に登場しています。さあこの後ハンセンとデビアス入場でありますが、入場の前に日本テレビ並びに番組のスポンサーからダイナマイトキッド、デイビーボーイ、スミスチームに今豪華な花束が贈られたところであります。ご覧のように小兵でありますけれども、スーパーヘビー級をしのぐスピードとパワーを持ったチーム、おそらく台風の目になってくるでありましょう。さあこの後ハンセンとデビアスの入場だ。待ち構えるダイナマイトキッドとデイビーボーイ、スミス。
このスミスとキッドはですね、はい、今 WWF でですね、はい、第1位のタッグチームにランクされてるんですよね。そうですね、はい、大変な人気チームですけれども、さあそれを上回るハンセンとデビアス BWF 認定世界タッグ王者チーム、優勝は絶対だというのが大方の予想。しかもリーグ戦史上初の全勝優勝を成し遂げる可能性も大というハンセンデビアス、パワーテクニックコンビネーション、どの角度から分析いたしましてもこのチームに資格は見当たりません。まずダイナマイトキッドデビーボーイスミスチーム、ものすごい怪力スミス、マッハのスピード、ダイナマイトキッド、初参加初優勝を狙いますフェドデビアス。レフリーはタイガー服部さんです。さあ馬場さん、先ほどの話ですけれども、キッドとスミス、ニューヨークで一番トップにランクされているチームですか。そうです、はい、タッグチームではね。さあいよいよ公式第1戦であります。山田さん、このカードは公式戦ですけれども屈指の好カードと言えますね。そうですね、まあ、お互いにね、これはもう第1戦ですし、はい、何としてでも得点を取ろうという気持ちなんで、私はこういうことを言うのはおかしいんですが、私は得点に関係なしこの対決の真髄を見たいですね。さあ勝負の方はデビアスとキッドで始まりました。また先日のラリアットが日本全国を席巻して、ラリアット競争曲をまき散らすか、その本人スターマンテンはまず控えになりました。キッドが攻めますが、馬場さん、テッドデビアスのムードがガラリと変わりましたね。そうですね、昨日の記者会見でも低く、それから太い声で絶対に俺たちが優勝だと語っていました。山田さん、何かこの悪役レスラーのような表情になってきましたね。うん、そうですね、まあ、あのテッド・デビアスというのはアメリカではですね、はい、ある地区では名打ちの悪党として売ってますし、十分それだけの実力を持ってますからね、はい、さあ今度はダイナマイトキッドからデビーボーイ・スミスへ繋がりました。スミスとキッド、現在はブリティッシュ。さあスミスの飛び道具ドロップキックを打ってテッド・デビアスをコーナーに追い込みました。そして親分スタン・ハンセンの登場だ。さあハンセンとスミス、怪力同士でありますけれども、まあ何と言いましても馬場さん、体力を比較しますとやはりスタン・ハンセンが非常に大きく見えますね。そうですね、でもね、このキッド・スミスはね、力はもう負けませんよ。負けません、はい、はい、ズバリ馬場さん、優勝の、まあ、予想なんですけれども、馬場チームも当然キッド・スミスと再戦しなくてはなりませんけれども、要注意のチームですか。そうですね、注意しなきゃいけないですね、はい。それから一方のハンセンデビアスチーム、もういろんなお客様に聞きましても、ハンセンデビアスの優勝は間違いないという声が多いんですけれども、馬場さん、どういうふうにご覧になってますか。まあ、僕らもね、このチームがやっぱり一番注意しなきゃいけないと思ってますがね、ははまあ、それとですね、やっぱり日本軍団ですね、なるほど、天竜長州組ね、天竜組、長州組の、これを気をつけようというふうに今、僕ら考えてますが。馬場チームが一番恐怖を感じるチームはどこですか。長州とやるのはまだ初めてなんで、思うんですからね、はい、分からないんですよ僕は、はい、まあ、ドリはもう何回も経験してますんでね、まあ、任しとけと言ってますから。あ、なるほど、もう、はい、山田さん、今のお話によりますと長州八つ踏みがちょっと怖い存在というように受け取れますね、馬場さんね。そうですね、そうですね、まあ、やはり要注意ね、いろんな面であの精神的なプレッシャーというようなことを、はい、先ほどからあの馬場さんお話になってますが、はい、それはね、日本チームだけに例外のある話ですね、はい、さあリング上の勝負であります。スタン・ハンセンとテッド・デビアス、なんと言いましてももう3拍子揃ったチーム。さあキッドを捉えてダブルの攻撃か、いったぞダブルの攻撃、熱い胸板をつきました。さあスタン・ハンセン、昨日の記者会見でも一人大暴れ、まさに主役でしたこのスタン・ハンセンであります。何しろデビアスと組んで BW 世界タッグのチームを作っておりまして、2人でこのリーグ戦に登場するのは初めて。たくさんが初優勝を狙いますが、キッドが正面から行きます、正面から行きます。さあ抱え投げたパワースラムだ、パワースラム、スタン・ハンセンが見せました。やはり体力に物を言わせて攻めてきますね、馬場さん。そうですね、でもハンセンのこんな技初めて見ましたね。初めて見ましたね、本当に初めての技がいっぱい見れますとね、はい、このスタン・ハンセンは過去クルーザーブロディと組んで58年優勝チーム、デビアスは初参加。
そのデビアスもパワースラム、あるいはフィストドロップという新しい技を引っ提げての来日であります。さあ2人の攻撃、ダブルでの攻撃が非常に多くなってまいりました。ハンセン、デビアス組、馬場さん、日本武道館まで長丁場のリーグ戦ですけども、やはりリーグ戦というのは、おっと小技を見せた、小技を見せた、スモールパッケージホールド、キッド、そしてスミスにつなぐ、やはり一戦一戦確実に得点を取るということでしょうかね、馬場さん。そうですね、さあ今度はテッド・デビアスの新しい面が見られるでしょうか。山さん、テッド・デビアスのムードが変わったというふうにお聞きしたんですけど、どう変わってますかね。もちろんね、ムードとしては変わってるんですが、テクニックの上でね、はい、また素晴らしい技を次から次に見せてますね。とにかく早いですよ、もう正直言ってね、さっきから言葉を出し合わせの余地がないぐらい、リングの上ではもう次から次へ新しい展開が出てきてますね。なるほど。さあそれに対しまして、キッドとスミスも、まあ、今までの流れ互角以上に優勝候補の筆頭チームに対戦していますが、さあ今度はキッドが出てまいりました。キッドということになりますと、馬場さん、はい、タイガーマスクの存在ですけれども、はい、タイガーマスクはぜひキッドと 対決させてほしいですね。もう来週ですね、カードは組まれておりますんでね、来週横浜大会実況の中継、はいはい、特別試合ですか。そうです。山田さん、これは楽しみですね。そうですね、今回はね、夢の対決がいっぱいあるんですが、はい、その中でもちょっと楽しみなカードですね。そうですね、来週はタイガーマスクが特別出場いたしまして、このダイナマイトキッド、それからデビューボーイスミスチームと対決であります。どうぞご期待ください。さあ公式戦の行方です。公式戦の行方、ハンセンとキッド、さあデビューボーイスミスがトップロープから覆いかぶさったが、これは膝をついた、これは膝をつきました。30分の一本勝負の公式戦、さあラリアットいった、さあハンセンのウエスタンラリアット、黄金の左、うなりを上げましてデビューボーイスミスの喉を炸裂。さあ今度はデビューボーイスミスをテッド・デビアスに預けます。テッド・デビアスに預けます。これがパワースラムだ。このまま追いかぶさってカウントが入る。クロスする。テッド・デビアスがカウントを取りました。テッド・デビアスチーム勝ち点2点。ピンコールでダイナマイトキッド、デビューボーイスミスチームを打ち破った一戦でございました。さあ馬場さん、ハンセン・デビアスの第一戦が終わりました。やはり恐怖ですね。そうですね、一応キッドの、ね、ロープの上から飛んだりするのがちょっと見えませんでしたがね、はい、やっぱりハンセン・デビアスの動きが良かったからでしょうかね、それが出なかったのは残念でしたけどね。それをご覧いただきます。サーハンセンの黄金の左、ウエスタンラリアット、山さんちょっと解説しよう。そうですね、今のあのハンセンの、ね、黄金の左、見事にスミスを捉えて、はい、でこれがあの非常に直接ではないんですが、この後いわゆるテッド のパワースラムを読んで干渉に導いたわけですね。そうですね、非常に連携プレーがいいということですね、はい、幸先いい2点を挙げましたスタンハンセン。テッド・デビアスチームは来週の放送、横浜文化体育館から実況生中継ですけれども、ハーリー・レイス、ジェシー・バーグミと対決、それからキッド・スミスチームは再来週の放送終盤戦、山形から実況生中継、ジャンボ・鶴田、天竜組と対決でありますが、来週の横浜大会の中盤戦、馬場さん注目はこの後出てまいります、ジャンボ鶴田天竜チーム対長州力八津吉明チーム、公式戦がありますね。そうですね、これはどうでしょうか馬場さん、中盤戦最大の山というふうに見ていいんじゃないでしょうか。まあ、僕らはね、どっちが勝ってもねいいんですけども、その勝った方に今度狙いをつけていけばいいんですからね。ああ、なるほど、やる気満々の放送席。でもまあさっきのようにね、もう素晴らしい試合、いい試合をやってもらいたいですね。そうですね、さあその注目のディフェンディングチャンピオン、ジャンボ鶴田天竜組対ニックボ・クインクル、カート・ヘニング組の公式戦が始まります。まず AWA ゾーンから参加を決めましたニックとヘニング、初コンビで初優勝を狙います。やはり落ち着いております。リングの紳士ニックボ・クインクル、その後ろに全日本プロレスのリング上初めてでありますカート・ヘニングチーム、父親は元 AWA 世界タッグチャンピオンラリー・ヘニング、そのラリー・ヘニングの息子、さあ AWA コンビリーグ戦どういう風に進出してまいりますか。 AWA チームの入場です。さあ東京水道橋後楽園ホールがざわめきます。去年84年の世界最強チーム、ジャンボ鶴田天竜組の登場。やってまいりました。もちろん2年連続優勝を狙います。
しかし周りは世界のトップチームばかりです。一戦一戦が大事、絶対に取りこぼしはできません。身体ともに絶好調でリーグ戦に臨みます。ジャンボ鶴田天竜チーム、特に対長州戦を乗り切った鶴田がこのリーグ戦 V2 の鍵を握っているような感じがいたします。過去の大会で2年連続優勝チームはありません。鶴田天竜が前人未到の記録を成し遂げるかどうか。開幕戦最後の公式戦、両チームに日本テレビそして番組のスポンサーから豪華な花束が贈られました。同じく公式戦ですので30分の一本勝負です。さあ新進気鋭の選手、評判の高い選手、カート・ヘニング、AWA の刺客です。元世界チャンピオンニック・ボックインクル、 V2 を目指します。まず天竜、ディフェンディングチャンピオン、 V2 の鍵を握るジャンボ鶴田、レフリーは城樋口さんです。さあ馬場さん、ジャンボ鶴田天竜チーム去年優勝、今年は V2 を狙うディフェンディングチャンピオンとしてこのリーグ戦初めて守る側に回りましたね、馬場さん。そうですね。その点どうですか。守るというのはね、このルールですと非常に難しいですよね、はい、改めまして公式戦のルールをご紹介いたしますと、勝負は公式戦30分1本勝負、勝ちは2点、フリーコールリングアウト勝ち、反則勝ち2点、時間切れの引き分けは両チーム1点、それから両チームリングアウト引き分けは両チーム0点になります。さあ勝負が始まります。 AWA コンビ、これが開幕第一戦です。山さん、鶴竜コンビ非常に落ち着いているように見受けられますが。そうですね、やはりディフェンディングチャンピオンということで、ある程度意識しているのかもしれません、はい。ただ今日の、AWA のチーム、私はニックボックインクルのパートナーについてはあまりたくさんの情報を持っておりませんので、はい、断言はしませんけれども、やや線が細いんじゃないかという気はしますね、はい。カート・ヘニングにつきましては馬場さんが非常にお詳しいんですけれども、今年 AWA にサーキットしたクライアント馬場さん、非常に目についたというお話をされてましたが。そうですね、はい、動きというね、いろんな面で、ただちょっとパワーがね、はい、かけるような気がするんですけども。あーはー、馬場さん、このカート・ヘニングの父親ラリー・ヘニングというのは馬場さんは試合をしたことは、何年か前のこのタッグにね、はい、来ましたよ。お父さんはね、あ、そうですか、ハリー・レースと組んで、あ、そうでしたね、あの選手がそうですね。そうです。はーはー、その息子さんであります。まさに山さん、アメリカはジュニアの時代ですね。そうですね、本当に我々のおなじみの選手のジュニアが、はい、もうどんどん一線級として出てくるという時代になりましたね、はい。そうですね、今年9回目を迎えます世界最強タッグ決定リーグ戦、まあね、今馬場さんの言われるように大変に目につく動き、敵力があるならば、はい、私は多少なりともパワーが少なくても、その後ろに控えるニックボックインクの老快さと合わせてチーム力としては十分にやっていけるんではないかと思いますね、うん。なるほど。さあ鶴竜コンビは天竜が登場してまいりました。馬場さん、マナ弟子にですね、優勝の条件をつけるとすれば第一の条件は何でしょう。そうですね、我々を破ることと、はい、ババドリーチームたちを破ること、長州たちに勝つことと、これ3つでしょうね。その中にどっかに点数を取るということがですね、条件だと思いますね。なるほど、馬場さんのお話と合うかと思いますけれども、昨日の記者会見で山田さん、ジャンボ鶴田天竜組はですね、一番マークするチームは長州八つ組を挙げました、その次に最終戦で対決するジャイアント馬場ドリーファンクジュニア組を挙げてますよ。やっぱりね、今馬場さん言われたように、うん、この3チームにどういう点数の取り方をするか、はい、これがやっぱりディフェンディングチャンピオンチームの、もう一度 V ができるかどうかの大きなポイントということですね。ですからこれ正直言って3つのチームからフル得点を取ろうということは考えてないと思う。その作戦がどんなものかですね、
そうですね、点が取らなきゃ与えないということを、ね、考えておかなきゃいけませんからね。そうですね。リング上は新進気鋭カート・ヘニングと天竜のグランドでの展開が続いておりますので、放送席話を続けたいと思いますけれども、馬場さん、天竜それからジャンボ鶴田チームは V2、 しかも2年連続の期待がかかってるんですが、これは過去の大会でないですね。そうですね、さあその期待のかかる天竜それからジャンボ鶴田チーム、さあ鶴田が出てまいりました。山田さん、この鶴竜チームは初めて2人でミニキャンプを張ったんですね。そうですね、はい、それだけでね、やはりあのディフェンディングチャンピオンとしての意地、これ何としても V2 を果たすんだというこの心の表れですね、はい、得意のダブルアームスープレックスをカート・ヘニングに決めております。早いですね、これを出す、早いですね、よく満々ですね、はい、そしてニック・ボックインクル、思い出しますね、山田さん、このニックから AWA のベルトを奪いましたね。もうね、そういった意味では大変なライバルですね、はい、そして相手の弱点それから強さ全部知っています。さあ体から当たりました、ニック・ボックインクル、フライングボディアタックでジャンボ鶴田を一旦潰しますが、さあ今度は腕をくぐって、今度はなんだ、ジャンピングニーパッド、ジャンピングニーパッド、ニック・ボックインクルの顎を砕きまして、さあすかさずもう、この2を切ってもね、はい、ちゃんと逃げる用意をしてますもんね。はいはい、憎いですね、ね、はい、まあそこでね、ジャンボもそれに向かっていかなかったところ、やっぱジャンボも落ち着いてますよね。落ち着いてますか、試合の流れ、このニックを攻めていってもやっぱりダメですね、もうカートを攻めなきゃダメですね。そうですか、馬場さん、この今年の85年世界最強タッグ決定リーグ戦、全体的なことを伺いたいんですけれども、非常に力が接近しておりまして、確実に点を取れるチームというのは見当たりませんね。そうですね、まあ、そういった意味で山田さんも先ほどから再三指摘されておりますけれども、一戦一戦が大事ということになるわけでしょう。さあ鶴竜チーム、ダブルの攻撃でニックを潰しにかかりました。リングの中央だ、さあバックドロップ豪快に決めた天竜、天竜のバックドロップです。馬場さんどうでしょう。いや、いいですけどね、はい、いいですけども、やっぱり受け身がうまいですからね、ニックはね、それで生きてきたような人ですから、うん、さあカート・ヘニングが非常にいい動きを見せてまいりました。さあ俺の出番だと言わんばかりに、今度はブレンバスターで天竜を叩き落とします。これは AWA 陣内での勝負、ブルーであります。確かにね、動きはいいですね、はあはあ、あの今ブレンバスター行った後のすぐのフォロー、はい、世に身が軽いですよね、はあ、ね、あの先ほどのスタンハンセン、テッド・デビアスチームが、リーダーのスタンハンセンの言う通りにデビアスが動いてますけれども、馬場さん、このチームも当然そういう仕事はニックになってくるわけでしょ。そうですね、そうでしょうね、はい、でもいろんな、ね、動きが、ね、非常にあの型にはまってるんですよね、はあはあ、なるほど。ああボストンクラブの体制、カート・ヘニングであります。しかし戦力的には果たしてどうでしょうか。今夜が開幕戦、ニック・ボックインクも山田さん、もう再三このリーグ戦出場して優勝がないんですよね。そうですね、まあ、たまたま今までは恵まれてないというようなこともありましたけれども、はいはい、しかしあの心にくいほど今日落ち着いてますね。なるほど、あの表情を見てても、本当すごいですね。なるほどね、まあ、どっちかというとね、一人で戦う方が得意な選手ですからね。馬場さん、タッグチームというのは二人ともですね、この熱くなってしまったんではチームワークが崩れてしまうわけですよね。そうですね、はい、その強将ニック・ボックインクルが登場してまいりまして、天竜との対決になっておりますが、果たして第1戦得点2をもぎ取るのはどのチームでありましょうか。現在のところの流れですけれども、長州力、安義明がラッシャー木村、アシュラ原組から、反則勝ちを拾って勝ち点2点、それからご覧いただきましたようにスタンハンセン、テッド・デビアスチームがキッド・スミス、ピンホールを奪いまして勝ち点2点ということになっております。第1戦の星争いであります。さあニック・ボックインクルをコーナーに追い詰めてまいりました。さあジャンボ鶴田だ、ジャンボ鶴田だ、何しろ長い長いリーグ戦、来週は横浜から中盤戦の模様、再来週は山形から終盤戦の模様。さあこういうふうにジャンボの技をみんな知ってますからね、逃げていきますね。非常にこのロープワークをうまく使いまして、この非常に綺麗に握られてしまいますね。さあこうなってまいりますと、ジャンボ鶴田は作戦をもちろん切り替えていかなくてはなりませんが、さあ果たしてどうでしょう。カート・ヘニングとニックが攻めております。まだまだ山田さん、ヘニングもそれからニックもダークホース的な存在とは言えそうですね。うん、そうですね、今のところね、先ほどから見てて、はい、まあ、なかなか両方ともね、スタミナの動きもいいなと、うん、果たしてね、この
フェニングの方にどの程度のウィークポイントがあるかということが大事ですね。なるほど。当然あの鶴田天竜組としてはこの若い選手の方に的を絞っていくでしょうからね。さあ何しろ V2 2年連続優勝を狙わなくてはいけません。鶴竜コンビ天竜が非常に落ち着いたレスリングを展開して、そろそろカートヘニングに的を絞ってまいりましたか。流れは馬場さんどうもカートヘニングに絞っているような感じになってます ね、 そうですね、もう最初からそう思ってるんですよ。もうそうですか。さあネックブリーカードロップでカートヘニングの後頭部を強打いたしました。さあここで一気に攻め込んでいくか、ね、後頭部攻めて攻めて最後に後頭部を攻める、どこまでも後頭部というふうに持っていったらいいと思いますよね。はい、鶴竜コンビはミニキャンプを張りましてダブル円錐切りの訓練に明け暮れておりました。どのタイミングで出してまいりますか。優勝の鍵を握ります2人のコンビネーションワークであります。さあ天竜からジャンボ鶴田へのつなぎ、カートヘニングちょっと動きが止まってしまいました。ここは一気稼いに行きたいところ、どうしても開幕戦得点2が欲しい鶴竜コンビ。さあコーナーに投げた、今度おっとカウンターが飛んでまいります。細かい技も山田さんできますね。そうですね、なかなかあの攻められてね、はい、一見弱ったように見えますけれども、若いだけにいたんですね。そうですね、足が全然ふらついてないですね。はい、ああ今度は鶴田が捕まってしまいました。おっと、ニクロクインクロを捉えました。さすがに老体、この辺り馬場さんさすがに100戦電馬ですね。そうですね、今度はバックドラップ、鶴田の後頭部キャンバスにめり込みます。ニックも頑張りますね。ファイトマンマン AWA ゾーンからやってまいりました。どうしても優勝が欲しい。そして昨日の記者会見では参加7チームともに外国で、日本でこんなに素晴らしいリーグ戦が行われるのはもう試合に出場するだけで大変な名誉だということを言っておりました。始まっております。85年世界最強タッグ決定リーグ戦開幕戦です。2連覇を狙えます鶴竜コンビ。さあ今度は親分のニックを捕まえた、チームリーダーを捉えてカウンターのエルボーを打った、そのまま覆いかぶさります。流れは馬場さん鶴竜だと思うんですが、ここで円錐だ、円錐がヒット、ニックボックインクルの後頭部首のあたりを狙い撃ち。馬場さんよくレスラーが言うんですけれども、首の後ろというのは鍛えようがないということを言っておりまして、そこを狙うのが秘策と言ってますね。はい、はい、もうねそこはもう絶対鍛えられませんからね、だから攻めるのはもうそこに限りますね。ああ、そうですか。徐々に狙いを絞ってまいりました鶴竜コンビでございます。でもそれも弱らなきゃ攻められませんからね。鶴竜コンビにとりましては来週横浜文化体育館から実況生中継でお送りする横浜大会中盤戦は長州力八津吉明組との対決。山さんちょっとこの来週の放送のですね中盤戦大きな山かと思うんですけども、これをちょっと予想してください。そうですね、今日のね出来感、今日の結果がやっぱりね大きく左右すると思いますよ。今日の結果がというのはね、片っぽ長州組はもう2点取ってますんでね、はいはい、これはたとえ内容が反則であれ得点と、大変にねやっぱりあの気持ちの上ではね高ぶってると思います。それですから精神的には優位に立てると思いますね。なるほどね、まあ、これが同点ならばまた変わってきますね。はい、さあそうなりますと今夜の開幕戦は何としてもポイント2を 取らなくてはなりませんが、そうですね、試合の方は馬場さんちょっともつれてきましたね。そうですね、やっぱりカートはねどんどん2人で攻めたらいいと思うんですよね。はい、今までのところねあの天竜選手鶴田選手の技が全くニックに通じてないんですよね。なるほど、それだけに試合がどうしてもね膠着状態になりますね。はい、さあニックボックインクルが鬼のような形相で天竜の両方の足を攻め込んでまいりました。こういう膠着状態から馬場さんこの新しい面を引き出そうとするためにはどうしたらいいですか。そうですね、もうやっぱり苦しむわけにね目をつくとかね、はい、なんとかしてでも逃げなきゃダメですね。あ、こういう相手に攻められるシーンが非常に多くなっております。さあ85年の世界最強タッグ決定リーグ戦、今夜は開幕戦でありますけれども、来週は横浜文化体育館からの実況生中継、中盤戦の目を大きな山、ジャンボ鶴田天竜チーム今戦っておりますけれども、長州力八津吉明と、中盤戦、それから先ほど勝ち点2を拾いましたハンセンデビアスはハーリーレースジェシーバーと対決でありますが、馬場さんこれまた新鋭のジェシーバーの評判がなかなかいいですからね。そうですね、ジェシーバーもいいし、このカートヘニングもね非常に動きがもういいですね。はい、
そして来週の放送はタイガーマスクが特別試合に出場いたしまして、ダイナマイトキッドと対決が決定しております。果たしてタイガーマスク、ダイナマイトキッドにパワーが通じるかどうか、非常に面白い来週の生中継、横浜からの中継どうぞご期待いただきたいと思いますが、さあリーグ戦の大事な開幕戦、さあどちらがポイントを握るか、今のところ非常にもつれております。鶴田と天竜です。馬場さん、これだけ苦戦するというふうに思いましたか？もっとね、ヘニングを取れると思ってましたよね。はい、そうでしたね。意外にヘニングが粘り腰を見せます。そしてやはりリーダーシップを取ります、このニック・ボクインクルの試合の作り方がうまいんですね、山田さん。そうなんですよ、ですから鶴田天竜の2人がニックと戦う時間が非常に長いんですよね。そうですね、さあ今日は実況生中継、後楽園ホールからの中継ですけれども、放送時間あと40秒ぐらいでお別れですけれども、果たして皆さんに正式な得点がお伝えできるかどうか、ちょっと心配になってまいりました。今日の開幕戦得点争いは長州力、ヤツ・ヨシアキチームが、反則勝ちで勝ち点2点、さあニックが抑え込みます。ファンハンセン、ヘッド・デビアスチームが勝ち点2点、それを追います鶴田天竜でありますけれども、まだまだ戦い模様非常にもつれております。さあおっと、ここでジャンボラリアットが爆発。さあこれでニックを引きずり込んでピンホールの体勢に行けば勝ち点2ですが、さあ放送時間がほとんどなくなってまいりました。解説はジャイアント馬場さん、山田隆さんでお送りいたしました。後楽園ホールからさようなら。空想してから寝てください。パックランドバーガータイム、スターラスター新発売。一年間保証、また会いましょう。台湾ミラクルチェーン。Goodbye Works, Goodbye Works, Goodbye Goodbye Works。Wait, 不要。一年間保証。台湾ミラクルチェーン。2000cc エンジン、自由に使える、楽しく乗れる、夢が広がる娯楽の殿堂、カジュアルな 4WD、 日産プレーリー 4WD 新登場。もっと楽しく感じるままに。この放送は日産自動車とご覧の各社の提供でお送りしました。それこっち来い元気、人参エキス、こっち来い元気、怒りそう、こっち来い、ビタミン E とニコチン酸アミド、みんなこっち来い、アスパラエース、競争生薬とビタミンを配合、滋養競争に効きます。田辺のアスパラエース、元気に発売中。ニコニコ天気予報、ニコ通販がお送りしました。君さえいれば何にもいらないなんてこと言うんですよね、男は。応援します、お二人さん。インテルナ北村。ご行楽は塩田温泉地震荘、おいしい山菜料理がめっぽう好評です。姫路駅から車で20分、塩田観光ホテル地震荘、ご家族お揃いでどうぞ。ラッパー一発ぶっ放せ、ラッパー一発ぶっ放せ、ラッパー一発ぶっ放せ、丸大ウインナー。この冬のビッグニュース、年末ジャンボ宝くじ新登場、7000万円の興奮、7000万円の感激、7000万円の夢。
今日から予約券と引き換え開始。焼肉食べ放題で1500円、ほんまに好きなだけ食べて1500円、いっぺん騙された思って来てちょうだい。深夜12時まで営業、神戸新開地スタミナバイキング。常時スーツ数千着の品揃え、しかも一流テーラード生地使用、良い品が安い、神戸ど真ん中、東京紳士服元町店三宮店へ。この番組は電話一本でお買い物ができる日本直販、サンシャインクラブの提供でお送りします。ドキ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 、半額ドキドキセール、洋服の青山でスーツブレザーコートがなんと半額、今がお買いドキ。日の出新味料料理酒クッキングワイン 1000ml に来年のエトスタンプが1本に1個、今ならついてます。うん、来年はついてるぞ。今もついてます。おいしさ応援、日の出耳エトスタンププレゼント。総菜から会合までのお料理の仕出しは、創業70年の味と伝統を誇る淀川区三ツ谷の魚新本店へ。お問い合わせは年中無休の 301-0529 番へ。大阪湾を一またぎ快適なドライブ、鳴門環状、北ん海峡にひときわ映える洲本温泉ホテルニュー淡路、楽しい思い出のお泊まりは淡路島洲本温泉ホテルニュー淡路で。ファッションの館モードパレ梅屋、ひときわ華やかにあなたのエレガンスなイメージを叶える梅屋のプレタポルテコレクション、モードパレ梅屋で。さあ仕上げにもう一軒、お茶漬けのうまいあそこですね。お待ちどうさま、やっぱりお茶漬けなら我が家が一番。ハウスサザエさんちのお茶漬け、ふりかけたおにぎりもね。